ということで今日もいつも通りムーンやっていきたいと思います。コンティニュー、愛のエキスパートですね。よっしゃ、今日も頑張っていこう。あれ、なんかウダウダじゃん。うるさい。いや、ウダじゃんお前。いやいや、俺の実況なんだけどこれ、ムーン。え、いつも呼んでも来ないくせにさ、いやいや、言い訳ばっかり言って。VIO 何勝手にやってんの。終わったんだよ。ずりんだって。だからなんで勝手に抜け駆け VIO やってんだよ。いやいや、ちょっとね、 V だけ失敗しちゃってね、うん、V だけ失敗したの。 V だけ失敗したからちょっと時間かかっちゃって。いやいや、何勝手にやってんのそれで。いやいや、見てたよいつも達光の実況。ああ、まあそれはね、ありがとうの一言に尽きるけどさ。頑張ってんね。頑張ってるでしょ。一人だけ頑張ってるよ。あのヘイガー博士のやつとかすげえ頑張ったんじゃないの。何、ヘイガー博士のやつって。会員バッジ集める。あ1万ネカ集めるのね。そうそうそう、めっちゃ頑張ったよ。釣りまくったよ。もう釣りまくりだもん。1時間ぐらいでずっと釣ってたからね、あれ。マジで、うん、しんどくなかったあれ。しんどかったよ。しんどかったけど、でももうこれは俺の宿命だと。愛のね、ラブを集めることを職にした俺の宿命だということでね、1時間黙々と釣り続けたよ。吉田じゃん。で、何勝手にやってんの。え、で、何勝手にやってんの。いやいやいや。何何何、どういうことよ。何したいのよ急に来て。いや、ムーン一緒にやりたいと思ったんだよ。うん、いや、いいけどそれはさ。いいでしょ。うん、これ吉田の家知ってる。いや、知ってない知ってない。そっちの方歩いてってんなっていうのは知ってるけど。そういうのちゃんと行かないと。まあ確かにね。あれ、吉田の家こっちだっけ。あ、そっちから行けんだ。それは知らなかったな。これ吉田の家、そこにあんのか。あ、これなんか夢に出てきたカゴじゃん、この鳥カゴ。調子はどないです。あー、ぼちぼちでんがな。うん、わしもぼちぼちですわ。今年で創業3年目。わしはね、昔王様から手紙もろてここで商売始めたんよ。ところで、アンさん、旅行はどうや。まあ、アンさんやったら商売抜きで連れてったってもええけどね。どうなん。ぜひ行ってみたいですよ。ぜひ行ってみたい。よっしゃ、ほな予約しときます。特等席やからね、ええ旅になると思います。おお、遅れたらどうなんの。もううろうろしててもええけど、乗り遅れたら予約が取り消されるからね、気ぃつけや。そうやってバリバリと行くのか。看板にね、吉田観光協会っての書いてあったからね。ああ、行く場所は知ってたんだね。うん、知ってた。ここ農事の部屋だね。ここね、ここもまだいろいろやってみたいことね、あるよね。まあ時間もあることだし、ダラダラしてっか。いや、まあいい、いいよ。え、あれ死ぬの。いい、あれ、あの赤いとこ行ったら死ぬの。赤いとこ、どうなったら死ぬの。あ、これ、あの三角か、三角のところ今白色じゃん、うん、最後の一日になったら赤い三角になるんだよ。で、今3日ぐらい生きれるから。あ、なるほど、ね、朝になった。あ、なったよ。まあもうちょっと待つか。なんか起きんのこれ、朝この部屋で。別にそういったわけでもないけど。いや、そうでしょ。そうじゃないの。え、何、おお、ピタゴラスイッチみたいな。おお、すごい、こんなんあったのよ。すごい。ピタゴラスイッチ戻ってくハイテクノロジーじゃん。こんなんあんだ、すごいな、ムーン。ノージすげえ。ノージの部屋、こんな機械仕掛けだったのかよ。確かにみんなの朝起きシーンね、寝起きドッキリ企画あるな。ないよ。ないよ。ない。ない。みんなの寝起きドッキリムーンあるな。ないよ。
王様にちょっと会いてえな。そろそろ来るかな。ああもう正午になったから来るんじゃないか。そろそろ午後の謁見タイムに。おーい王様さん、どう王様元気？イエーイ。なんだろう、別に何もないけどな。なんか見せて。あ、これヘイガーバッジ持ってんじゃん、タツキ。そうだよ、タツコ。これどう、これ、これ見せてみたいと思ってた。おほう、ヘイガーのバッジじゃな。しかしわしの持っておるものとちっとばかし色が違うの。羨ましいの、羨ましいの。いいよ。まさか。そういうことか。あれザ、あ、持ってるよ俺これ。1万円払って2枚あるんじゃねえか。1万円払って持ってるな。釣りめっちゃ頑張って。これはうぜえな。先に見せてみればよかったな。あ、一個聞きたいの、あれって何、死んでんの？あ、生きてるでしょ、動いてんだもん。そう、なんか罰印、なんか死んでるマークついてるからさ。あ、死んでるマークじゃないよ。違うんだ、うん、死ぬ、死んでるかもしれないマークだよ。あ、そうなの。ここ結構調べてたよね。あ、まあね、まあまあ、ファイン。お、勝手に開けないで。あ、ちちち、あ、そっか、こっちは夜か、こっちは夜か。そうなんで、むずいんだよ。昼じゃなかったな。あ、お、進めちょっと。できちゃった。できちゃってる。できた。Interrupt。できてる。寝る。寝た。うわあ、勇者マンできちゃった。バツ目。できちゃったな。勇者マン。勇者マン。パパス、ライターパパス。うわ、ペロゴンがめっちゃ悪く書かれてんな。ギャース。ひでえな。うりえ。ジョジョじゃん。天使の力を得て、すごいね、でも。ドゥ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 、え、うまいね、でも。ザープ。おい、ラブ。ラブゲットしちゃった。そうなんだよね。進める気はなかったんだけど。こういうところがあるから、このゲームは。これだってさ、勝手に開けないで困りますっていうことはいないときに開けれんじゃない？そうだね、多分ね。開けたら何やんのかね。何やんのかな。開けてみてー、早く早く開けてみてーなー。そういうのもあんのか。お、あそこにし、こいついたっけ、ゆきんこさん出てきたのかな。あ、じゃあ、あ、いたか。お経が大好きで特に魔除け系を聞くとじっとしていられない。帰れだよこれ。オンアキャボベイシャロノーソワカハラバラリタボウシジッタボダハダミアアグロ大さん。なんだ、お。お経ってそういうことか。このおじさんはね、うん、もう一回ちゃんと話を聞くこともできるんだけどね、うん、趣味があるんだよね。はあ、はあ、その趣味を理解してあげられればきっときっと持って助けられる。捕まえとっか。一応番外編っていう体だけど、うん、見つけちゃったしな。俺も別にこれ、まあ、意識してなかったし、セーブしなければ別にいいから。いや、まあ、いいんじゃない、別に見てるし一緒に。俺だけやってんならちょっとあれだけど。キンコちゃん捕まえちゃった。じゃあこれは取らないでおくわ。めんどくせえなそれは。
けられないか、うん、この後なんかテレビ見たりなんだり、あ、くそ、ちょっと待つか、隠れてよ。でででん、何が出てくるでしょうか。お、何これ、なんだこれ、黒いバッジにS マーク。見てしまったのね。実は私、掃除洗濯あまり好きじゃないの。それでドクターヘイガーにメイドロボットを作ってもらいたくて、募金いっぱいいっぱいしたのよ。でもドクターヘイガーゴールドバッジないとロボット作ってくれない。そうなんだ、私へそくりもうなくなっちゃった。でも家族に無駄遣いしたこと知られたくないの。それでここに隠したのよ、このこと秘密で。イエーイ、もらっちゃった。なるほど、これでセンネカ浮かせれたってことか。あ、ラブ、あ、ラブもらえたんだ。ラブもらえんだ。そうなんだ。1万円無駄にしちゃったねっていうことを伝えたかっただけなのに。ラブも結構ラブもらっちゃった。進めちゃった。はい、ということで、番外編以上になります。はい、まあ、いろいろヒントいただいたんで、次回からちょっと参考にさせていただきますわ。ママスのラブラブ、パパスの漫画が完成しました。勇者面ね。それもラブ、これもラブ、そして動物たちの魂からはラブです。ユキンコさん、カム太郎のラブがまた一つ深まりました。愛の円熟期。おお、愛の円熟期か。ということで今日もありがとうございました。バイバイエビフライ。俺の決め台詞なのにな。